そうですね、一番ある意味思い入れあるのは、まあ、このヤシカのカメラでして、まあ、これが自分の写真って何なんだろうなっていうこととか、そういったことをこう考え始めた時に買ったのがこのカメラです。で、見た目は冴えない感じで、なんか僕は弁当箱みたいなっていつも思うんですけれども、けど写りに関してはたまにすごくびっくりするぐらいいい写真が撮れることがある、うん、で今でもたまに使うんですけども、30回ぐらい電源を入れるとようやくちゃんとレンズが出てくるっていう今ボロボロさになっていて、けどそれでもやっぱりこう手放せずにずっと手元に置いてるカメラですね。でもこれで撮るときは完全にノーファインダーで撮ったりもしますし、偶然性みたいなものは、うん、入ってくる部分が大きくて、それはやっぱりこういう完璧じゃないカメラだからこそ、うん、でそういった偶然入ってくるものっていうのがやっぱり未だに面白いなとは思いますね。例えばこの僕が一番最初に作った本なんですけれども、ヤシカで撮ったやつが大半じゃないかなと思いますね。これは最初に個展をやった時に合わせて作ったもので、本当にロンドンに最初に行ってた頃に撮ってた写真を、これはロンドンかパリで撮ったかちょっとよく覚えてないんですけれども、で本当は何の変哲もないものなんだけど、すごい自分にとっては新鮮なものに映ったというか、でそれがその写真の面白いところだなっていうふうにすごく感じさせてくれましたね。